こんにちは。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は普通のカリキュラム通りということでもなく、指導動画でもなくて、私がいつも自宅で稽古していることをちょっとだけお伝えします。立前諏訪師匠8段2式、そして24式を動くとか部分稽古をするとか、そういうのはやるんですけど、それ以外に私がすごく時間を作って練習している稽古している内容をちょっと皆さんにお伝えしようと思います。普通に立前と諏訪師匠をした後、これはね、箱根の合宿で進む先生がやっていたので、質問したらこれはとてもいい稽古だと言われたので、私もやってずっと続けているんですけれど、それをお伝えします。うちには鏡があって、あ、この普通の格好ですよ。本当にうちには鏡があって、それでこの鏡を横にしてこうやって膝で立ちます。それで立前の姿勢をとって、で自分でこの鏡で自分の立ち姿勢を確認しています。これが例えば反ったりとか、それから 前鏡になったりとかしないように、ちょっと膝で立って、そして自分のこの姿勢ですね、それをちょっと確認して、これで10分20分経つということもあります。こうやってちょっと自分の立ち姿勢を矯正している感じです。横を向いたりして、で私初めてすぐぐらいの時、ずっとこう立前で反ってた自分に気がつかなかったので、こういう姿勢の稽古は大事だと思って、10分ぐらいこうやって自分の姿勢をまっすぐに保つようにしては、鏡で確認したりして、ちょっと前に出るとどうなんだろうとか、反ってみるとどうなんだろうとかって思いながら、あと終電にしたりタイヤオンにしたりして、自分のこの立ち姿勢を整えて確認するという、ただこれだけの、稽古で10分20分やってしまったりするマニアックな私です。さらに TC もやりますね。 TC はとても難しいと思っていて、膝からやっぱり緩んできて、指先を少し上に向けて、最後この水面の丸太を押さえる時まで自分の膝を止めないようにして、最初に膝から動いていくけど、いつも、1式2式シーズショーと1式2式の第1回目の稽古の説明の時にも軽く言ってるんですけど、それをめちゃくちゃしつこくずっとやっています。多分15分から30分ぐらいずっと TC をやり続けます。そして時間があればですけど、でそしてそれから、ゴンブーの重心の移動、それをまたやたらとしつこく稽古しています。これも2式の時とか、あい最初にね、結構お伝えしている動画もあるんだけど、何しろそれをしつこくやります。重心の移動が難しいからです。後ろに重心を残しておくっていうのは本当に難しいので、足を出した後も自分の軸をここに乗せておいて、もう一度止めます。こういうずっとこうやって保っていく、この軸の安定した軸を作っていく、こういう動きを左右自分でとても確かめながら、膝を緩めながら足をついていく、このついた立ち位置のかかとの位置で歩幅が取れてるかとか、そういうことも確認して足を何回も出しています。それからここから膝をずっと緩ませながら足を出して、かかとがついた時、右足に重心を乗せているところから、またさらにここでクワを緩めるようにして、
ゆっくりと重心を前足に乗せて7、3のゴングになるというこの稽古を何十回も何十回も稽古して、自分の稽古はその日それで終わるみたいなこともあります。討論ばっかりやってるわけじゃなくて、討論はあっさりとあまり確認できずにさらっと流して終わっちゃうっていうこともあるから、そんなことをしつこく、私はやってたりします。あとユンショーとかも自分の目線を後ろまで下げて何度もつま先着地から緩んで、これ上下運動しないようになんですけど、この股関節が足が出た後に下にこう こういうなんか股関節の柔らかい緩みの稽古を何回もしたりしています。あとは自分で柔軟体操をしています。こんな普段の格好でつま先ちょっと開いてこうやってべちゃっと降りたりして、関節が硬くならないように普段からこんな風にして、これ誰でもできないと思うんですけど、朝だから今硬いんですよ。これを今朝なので硬いんですけど、こういうのをやったりとか、こういうのをやったりとかして、この自分がべちゃっとつけるように今稽古して、あとは膝をこう膝の関節を柔らかくするストレッチとか、これはバスケット部の時からやってたんですけど、あとこう足首をよく回して、指一本一本もよく回して、指をちょっと引っ張ったりとかして、土踏まずを踏んだりとか、足の指に指を入れて動かしたりとか、とにかく足首の関節とかもとても柔らかくしておこうっていうふうに常に思っていて、そしてこのスム先生がよくね、血管年齢と柔軟性はすごく近しい関係で、柔軟ができてない、体が柔らかい方が血管年齢も若いっていうふうに言うので、血圧が高い方とか、コレステロールが高い方とか、私もコレステロール高めなんですけど、とにかく体を柔らかくしておくことはすごい大事なことなので、そんなことをしています。あとこれはスム先生の講義の後にやったりするんですけど、肩をとても柔らかくしておきたいので、手を回す、こういうこともたまにお稽古で時間のある教室なんかでやったりするんですけど、こうやって肩を回すようにして、この肩がこう開かないように、私は肩をとても柔らかくするようにしています。おかげでなんか肩がよく上がる、横のスライショーもうまくできますね。というわけで、そんな自主トレをいつもしております。なのでなんか自分のそういう稽古で自分の重心の乗せ位置がどこにあるのかとか、そういうことを体験しながら内側に意識を持って稽古しているのがすごい楽しくて、ちょっとおかしな太極拳が好きすぎてちょっとおかしいわけです。なので
まあそんな傾向をしているわけですね。討論もやりますけど、ほぼ柔軟体操とイエマーフェンゾンとかユンショーとかしかやらないね。そんな感じで、まあ討論24式はまあ通してやってしまえば、まあそれまでなんで、なので、まあそんな感じです。細かいところの受信の移動、そういうところをやたらとしつこく稽古しています。まあこれがお役に立つかどうかわかりませんけど、お伝えしました。ではまた。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。